Okay. せーの、ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ。今日はですね、はい、ある大物海んち系 YouTuber から、はい、すごいものが届いたんですよ。もしかしてマサルさんですか？吉田太一です。はい。あ、有名。吉田さんお世話になってます。ありがとうございます。森月クラブ。はい。みんな、魚月クラブの吉田さんですね。はい。はい。で、今回ですね、市場に回ることのないある魚が来るんですよ。俺の大好物。はい、沖縄の魚なんですけど、はい、沖縄県民からもこれを食べるのはちょっとガッツがいるというか、うん、場所によってはいやテレピオいやもう一応一応自己責任って言われてる自己責任の魚って言われてて、味はめっちゃうまいですよ。ただ、はい、危険すぎてなかなか手をつける人がいないというか、まあ、簡単に言ったら毒があります。マジ毒がある場合もある場合もある、どういうこと？場合もある、その影響であの市場には基本回らないという魚なんですけど、ちょっとパンチ紹介してもらっていいですか？いいですか？はい。重たい。あ、分かった。やばいな、こいつ。今でかいな。初めて見たけどでかいな。はい、こちら赤な。赤なだ。でかい。バラフエダイ。バラフエダイ超でかくない？こんな大きくなるの？パンパンしてる、これ。シガテラ毒がある個体もいると言われている魚ですね。シガテラ当たったらもう大変。はい、超太ってないの？顔が小さく見える魚は上等ですからね。超厚みあるよ。お腹パンパンだし、うん、この魚が取れた地域は一応食べてるらしいです。全然食べてて、むしろあのこれを食べてシガテラ当たったことはないよっていう、うん、あ、吉田さんのところで取れたやつは、はい、ちょっと大丈夫、大丈夫というか、あのその人たちは食べてるらしくて、うん、だからまあそれを聞いて、あ、安心だなということで。諸説あり。諸説あり。だから、あのこの動画を見てる人は、おすすめしませんね。おすすめしないですね。自己責任で。自己責任ならおすすめです。ああ自己責任ならね。いやどうしますか。どうさばく。で、あの、あれらしい、見分け方っていうのがある。別にあの、これ確定じゃないですよ。諸説。諸説たくさんあるし、いろんな諸説がたくさんあるんですけど、うん、まあ、場所によってその諸説も変わるんですけど、うん、その人たちは、うん、聞いたことあるのはあれらしいです。あの、ハエがたからなければ大丈夫って、ハエが、それ、どこの離島でも言うんですよ、うん、あ、そうなんだ。でもみんな喜ぶっす、これ、うん、一応好きな人は当たってでも食べるっていうぐらい美味しい、うん、で、これ予算ってことは、これツイッターって、ツイッター吉田さんがツイッター映像もありますね。へぇ、はい、まずは鱗を剥がないといけない。はい、ということで、でかい、パンパン、体高も幅も全て丸、うん、これは絶対美味しい。すごいよな、二重丸だよな、状態。あ、すごいな、お腹のなんか気になるの？これ多分ね、卵持ってそう。卵か、多分のっこみで浅いところに、うん、普段いないよって言ったんですよ。産卵しに来てた、うん、かもしれないですね。これちょっとじゃあ、冷めてみるか。はい、まず鱗からちょっと取りましょうね、うんうん。ああ、でもでかいな、しっかりしてんな。サラハマの方言では赤イラウツって言うんですよ、うん、イラウツってイラブチハのこともイラウツって言うんですよ。へー、でもなんか赤縄がいっぱいいるところはまだ自然が豊かって聞いたことがある、うん、確かに離島って多いさ、赤縄、うん、離島のイメージあるな。頭からこの尻尾の付け根までマジで太い、こいつ。こんなになんか、体高と厚みのある
サイズ久しぶりみたいな立派な体格してる。ではそれでは、はい、さばいていきます。さあこちらの 7.7 キロバラフエダイ絶対なんか持ってるなこいつは。カチカチ包丁入れるのも一苦労だな。パンチはイカ水産で週4から5ぐらいいるんです。はい、遠征がないときは週4から5あのいるのでイカ水産で鍛えたテクニックという、うん、ていうか毎回あのリスナーさんがパンチはイカ水産からのけ、なんかあれですかあのダブルワークですかみたいな。そうそうそう俺も最近だからツイッターとか見てて思うのが、うん、あれイカ水産の専属なったって思う。じゅんさん ID の、うん、あの人からインスタにコメントでパンチは魚屋さんなのって書きました勉強っすね、うん、魚はやっぱ数やらないと上手にならないから、うん、いい場をもらえてるよね。そうですね、うん、パンチからしても今ちょっと綿の方ね内臓ちょっとまだ凍ってます ね、 そうですね。でもなんか卵持ってるね。えマジ卵かな。カチンコチン気になる。でかいな。なんかでかいブロックみたいな大きいのが入ってるな。なんだこれ。あ、卵だね。卵か。すごい。やっぱ産卵期に上がってきてたね。あー、なるほど。一応でもメスだったっすね、やっぱり、うん、卵も卵すごい。あ、持ってた。持ってました。これもとりあえず3枚おろししてから、うん、凍ってる。本当だ、硬いね。結構しっかり凍ってるね。骨の感覚がわからないもん、凍ってるから。あー、全部硬いから、うん、あ、じゃあ気をつけないといけないね、うん、定期ないように。真ん中が心配だな、これ包丁が届かないかもしれない。ほんと、包丁入る。うわ、おお、ガリガリ。あ、これ骨じゃない。ガリガリ今硬い凍ってる気をつけて。あ、ずれた。てかもうこっから見たから油がやばい。そう、なんか油の層あるよね。この今パンチが今手当てるところ、全部これ、うんうん、油の層が見える。背中全部油だよ。すごい。どこが骨かもわからない、うん、いいかも。いや、もうこっちはもうこっちから入れて。はいはいはい、だいぶ入れやすくなったね、はい、骨ごと。もうこんなさばき方しかできないですね今日は。凍ってるから、うん、本当は解凍するまで待った方がいいんだけど、解凍しきれなかったということで。わっさ、でっかブロックが身が。よし、オッケー。やっぱあの剣魚になるだけあるよ、うん、こっちはやっぱ溶けてるから。あー、綺麗綺麗綺麗。ある程度はね、はい、麺も。いや、3枚おろしいいですか。半身ですね、はい、半身がでかっ。やばいねこれ。半身でかいし、でかすぎでしょ。いい感じだし、脂が、うん、やっぱまだここら辺ちょっと凍ってるね。こっちは何して食べる。焼きがいいかな。バタ焼き。で、焼きも最高、刺身も最高、全部うまいからね。もう選択肢はもう無限にあると思う。はい、サイスパイスモブして焼いたか。刺身が身が結構弱ってるんですよ、うんうん、この場合はもう焼いた方がいい。焼いた方がいいかもしれない、ね、じゃあね、熱加えるか。あ、うまいうまい、すごい綺麗。綺麗な人こっからシャッていくんですよ。あ、一発でいく。上手な人。なんかこっちの入れながら骨に当ててる感じでずーっていくんですよ。ただ一振りでいく感じ。はい、今の僕にはグルクンでしか無理なんですよ、これは。あ、でもグルクンはできるんだ。グルクンは簡単です。このイハスイさんで、はい、さばくじゃん。で、実際に自分が処理した刺身をお客さんが買いに来るわけじゃん。はい。嬉しい、売れたら。嬉しいっすね。あ、やっぱ。うん、やっぱそれが一番嬉しい瞬間なんだろうなと思って。うん、でもやっぱり、うん、高い魚さばくと緊張します。あ、そうだよね。うん、あ、ミーバイとか。そうだね。ミーバイもそうだけど、一番緊張したのがクエですね。ああ、高級魚だからね。うわ、縁側すごい、これ油なんですよね、これ全部。あ、こっちもわからない、中骨と骨の、うん、
あれだ。皮剥ごうかな、うん、これは焼きにしようか。あれ、上だって蒸しいるの？なんかそんな蒸しはけど、あれ全然見たことないな。てか火通すからな。えい、さあ来た。これは結構綺麗にできたかも。ジロン。あ、油。油だね。蒸しいないんじゃない？はい。まぁ、あ、ちょっとね、アニサキスとか、発見できるライト、見たい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 、ちょっと使ってみたかったけど、見たい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 、一応言っても今日は冷凍してるから大丈夫なんですよ、うん、そのまま食べます。この状態でも見れるのかな。え、見たいね。でも多分いないと思うっすよ、これは、うん、これあ、いるさいるさ、あ、これアニサキスじゃん。いや、これは違います。アニサキスは線なんすよ。そうそうそう、これでよ、これ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 こっちがアニサキスじゃない、これ違う、違います、これ筋だよね。これは大丈夫。じゃあこっちは汁にするから、うん、割ろうね。煮付けにしますか。煮付けにする？続いて釜。皮も半分にして。またまた。あとは煮付け。絶対美味しいこの赤菜。うん。うん、はい、今ですね、はい、パンチが綺麗に、割ったところで、ガンガンを残破したところで、塩もみですね。塩もみ、塩振ってちょっと身を締めてから、ちょっと水分が多いから、うん、今日はちょっと臭みが強そうなんで、はい、ちょっと塩振ってから少し時間を置きましょうね、うん、はい、続いて味噌汁と、マース煮、マース煮、マース煮作ります。カメラはハローキです。で、ま、マスニ、マスニ用の席はこちら、家島限定、家泉、家泉なのか、家泉なのか、うわ、いいな、こしょでる、普通に飲みたいね。ちょ、飲んでみていいですか。ちょい味見、うん、フルーティーな、うん、独特な感じね。いただきます。おお、どう、飲みやすい。あ、やっぱりコシュだから飲みやすいのか。甘みがあるっすね。コシュって飲みやすいよね。うん、口ちょっと入れて、うん、鼻で息吸ったら味が、何の今だっけ、パクパクパクってしから、で鼻で、あ、違うかも、普通のとね、香りがいい、いいですね。今回これを使って、はい、料理に使うと、これは、はい、これ何、あら、あら、あら汁、絶対油すごいよ、こいつ。中には昆布とあらを、はい、こういう魚をやるときは、うん、昆布抜かないんですよ。あ、そうなんだ。基本なんか怪しい匂いするなっていうときは入れっぱなしにします。あ、ちょっと匂いが、匂いが、うん、でも魚は絶対間違いないから、うん、結構これも使い慣れてるよな。これ好きですね。好き、その武器好き、推し、推し、炭酸、あ、パンチの推し、ザクのもの、よし、で、次、マスに、いいね、お父さん、美味しそう。で、お酒、うわ、やばい、これ多分絶対やばい。どういうやばい、どういうやばい、見てたらわかるな、どういうことだい。俺を置いてけぼりにしないでくれよ、教えてくれよ。まあ楽しみにしててくださいよ。いい意味ですか。いい意味です。わあ、じゃあ楽しみだ。必ずいい意味です。酒と塩のみ。昆布は入れない。これは、これは僕は入れない。あ、やば、入れすぎたな。確実にちょっと白だし入れますね。お、いいね、白だし、うわ、いい、あごだし、いきます、OK、いいね。まあ見ててくださいよ、何がやばいかっていうのは今から存分にわかるから。あ、もう汁の方は火かけてるんだ一応。はい、ぶつみかしてるね。温めていきます。温めていきます。まあ何をしてるんだい。ちょっと鍋大きすぎたから。ああ、小さいので帰る。でもこの中身はもうおさらばですね。あ、出し取った、はい、出し取った。これがじゃあ美味しいスープになるわけですね。美味しいスープになります。ちなみにこれに何を入れるんだい。味噌、味噌です。思ってました。
味噌、味噌汁です。あ、これもなんかいい感じで沸騰しちゃった。うわお、これが絶対やばいって言ってたやつ。やばい、大丈夫かな。ちょっと塩ちょっと多かったかもしれない説があるからね。どうだい。うん、いいんじゃない。あ、問題なし。ちょっと濃い方がいいっす。 OK、回すには。あ、そうか、生姜なし今回。生姜なしです。生姜なし、これはもう生姜なし。素材本来の味を楽しんでもらうために、うん、生姜なし。生姜なし、生姜なしね。生姜なしですよ。ふぅ、はい、はい。これは何だい。お水、酒、酒、酒つけてどうするので、お酒につけて、うん、お酒につけて、はい、水分取ったのは、これは小麦粉。小麦粉まぶす。小麦粉まぶす。はい、小麦粉まぶす。はい、小麦粉まぶしてフライパンへゴー。あ、下味つけるの忘れてた。あ、一個はサービス、味なし。ハイサイスパイスかけようよ。ハイサイスパイスは揚げてから。ハイサイスパイス揚げてから、その前に塩コショウ。塩コショウ、塩コショウ、塩塩塩塩塩塩塩コショウ、大小ハーブ、塩コショウ、大小ハーブ、塩コショウ。コンボ技っていうのもあるんですよね。ハイサイスパイスと大小のコンボ。あ、確かに、いいね。で、これを全部やっていく感じね。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。シュン、いいね。で、そうしてる間に、はい、味付け、味噌汁。これでも一回めっちゃ油、すごっ、すげえ。これジョイもびっくりっすよ。あのジョイさんじゃない方のジョイね。油汚れの方の、いいね。ちょっと分厚いね。分厚くしすぎた。これにタルタルつけて。うわ、タルタルつけてーな。これタルタル作れる人とかいないかな。はい、ここでハローキによる、タルタルソースを作ろう。パンチ今ハイサイスパイスを取って、これどうするんだい、はい、下味は塩コショウとかでやって、はい、うん、最後の仕上げは、あー、いいね。で、これとタルタルソースで食べてください。はい、うわぁ、おぉ、めっちゃピクルス入れた。ピクルス、ピクルス全部入れた。で、これにマヨネーズ、エリソースのマヨネーズ。やってんね。レモン、レモンエリソースが合うんですよ。はいはいはい、いや、エリソース、はい、レモン、レモンタイプのやつが贅沢。混ぜや混ぜやしてや。これ絶対うまいです。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまい。あー、香りもいいね。完成です。完成です。ありがとうございます。肉すっげえ。マースに、はい、マースにと汁、汁、味噌汁ですね。で、これが焼き。一応何にしても本当に美味しいです、うん、僕を信じてください。当たるか当たらないかはわからないけど、煮付けが一番やばいって言われるよね。マサル君、はい、あなたが好きな唇ありますよ。ほら唇奪っちゃっていいの唇奪っちゃっていいっすよ。壁初の、一応メスでした、うん、やば、美味しいやつ。初の唇。魚の、何の魚これ。赤な、赤、え、うん、はい、唇うまい。ちょっと唇かた固めだね、この。あ、なんかちょっと硬そうだね。じゃあ今日のね、硬いんすよ。硬、うん、いんだ。あ、すごい、そこだろ。普通にうまいんだけど。汁マジで絶品です、赤菜の汁は。あ、いい香り、いただきます。やばい、うん、汁うま、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 やば、煮付けうま、うまいですよね。いやいや、いやいや、煮付け、俺は今煮付け食った。これ煮付けうま、うん、焼きも美味しい。うん、いきます。めちゃくちゃうまい。これ脂乗ってる。タルタルもいきます。うん、鶏肉、チキン食ってるみたい、なんかチキン、唐揚げ、マジ。一応これだったら当たってもいい気してきますよね。うん、いただきます。うまっ。タルタルたっぷりつけてね。うん、え、タルタル、おかしいでした、そんなのあった。うまっ、うん、おいしすぎたわ。これはすごい。待って、こんなジューシーな魚の揚げある。これが赤菜です。赤菜うまいんだよ。これやばっ。マック、フィッシュバーガー全部赤菜にしてほしいな。やばい何しても美味しい魚いないと思うんですよ。まあ、あの
それは何回も言ってるんですけど、自分魚食べることに、いろんな魚に一応、本当に毒なかったら高級魚の部類だと思う、うん、そうだね。一応、赤縄の寿司とか食べたことあるけど、美味しかったっす。やば、あんぐったんだ、寿司で。マジうまい。うまっ。美味しいね。マジうまいな。これ美味しい、たまるな。また煮付けも美味しいっていうところ。うまいね。うん、これやばい。あ、美味しい。身がしっかりしてる。いただきます。はい、まあ、美味しいな。やっぱ汁。美味しい。汁神。ズミ。ズミ。大豆ズミだよこれ。赤いガオツ。何このチキン南蛮。うますぎ。こんなに美味しい魚の揚げ食べたことない。このタルタルもね、ハローキも作ってくれて。タルタル美味しい。うん、食べし食えないじゃない、たまに来たまに以上、匂いで分かったから。あ、でもあれあるよ、そうだ、あの前のやつはある、美味しい前のやつ、エリソースの。このままで十分美味しい。美味しいね。うん、やばい、ほんとに。うまっ。次回俺たちシガテラなんて、四隅、画面四隅でシガテラの状況を、みんな楽しんで、楽しんで、みんな出てきて、4人で顔の字で寝てるの。あのシガテラ3日目ですって、うん、これが赤なっすよ。いや、ほんとに最高っすね、もう今回ね、まあ全員自己責任という形でやってるんですけど、赤縄からしたら夫婦用意外だな、うん、こんなに美味しいのに毒あるかもしれないって、うん、俺うまいぜって思いながら泳いでるはずで、だけど今回は本当に感謝っすね、吉田さんたちに、ね、美味しい、美味しいよ、はい、食べてきますか、じゃあ、はい、はいはい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、美味しかったっす、美味しかったな、最高でしたね、うまいでしょ、赤縄、はい、うまいな、これ流通させないのもったいないと思うけど、やっぱまあでも、安くなるからね、じゃあ宮古住んでた時は、うん、食べたいなって思ったら釣れる環境だったん で、うん、で当たったことがなかったから、うん、神戸の身ですね、本当に美味しい、そうですね、まあ、なかなか食べる機会がない、はい、まあ、魚でもあるんですけど、リスクを勝負だけの価値はあるね、うん、こう、うん、まあ、そうだね、貴重な機会、まあ、ただね、ハイリスク、ハイリターン、真似はね、規制、おすすめはしないです、おすすめはしないですね、皆さん自己判断でよろしくお願いします、はい、はい、今回は毒があるかもしれないけど絶品な魚を食べてみたでした、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。